旭川の事件、キダリコの話なんかをしてるんですが、旭川市内で見せるには路上売春が問題となっている現在は、そうなの、今ね。それは内田理子が関わっていると。自身も周囲より安い値段を設定し稼いでいたと。調べによると内田理子は未成年者と飲酒暴力団の関わりなど周囲に蔓延させていたことも分かった。事件から1ヶ月半経過した現在も旭川で内田容疑者の話題が続いている。1万5000円で立ってた。他の人たちの相場はいくらぐらいなんだ。で、少女売春なんかにも関わってた。少女売春っていうか何ですか、未成年売春回収とか、だからアテンダーみたいなことしてたって話でしょ。元締めですよね。ガーシーとかは金もらってね、アテンダーとか言ってたけど、うち誰か完全に金もらってんだろうなって。そのためにいろんな射程を小西優子をはじめね連れてたのかななんていうふうに思ったのと、あと旭川って今日僕は今日というかずっとオリンピックやってるじゃないですか。それを見ててですね、昨日の夜ですかね、からずっとやってますが、北口春香、やり投げでね、金メダルを取ったじゃないですか。日本人初ですよ。もちろん金メダルはやり投げで当然ですけどね。プラスフィールド競技で女子では初ですよね。まあ、男性だったら、室伏さんが砲丸投げで、繰り上げで金メダルになったことあるけど、北口春香の場合はダントツで優勝ですよね。もう1投目から65メーター以上やって、まあまあ、もう今はもう完全に 女王様ですよ。世界の。誰もが文句なく揺るぎないやり投げのもうトップオブトップ、北口春香なんですが、北口春香さんはもともと旭川出身なんですよね、この人もね。で、年齢20、今5、6ぐらいでしょ。まあ、内田理子は21か。そんな差はないじゃないですか。いや、こんな優秀な、すごい人も出てんだなと、旭川はね。こういうね、いい話もね、旭川からいっぱいあってですよ。素晴らしい人材も発掘してるんだけど、そうやって名前を落とす人もいるんだなっていうところと、そういうの残念だよなっていうところ。警察もそうじゃないですか、旭川警察もね、一緒に堕落してる。でもそうやって盛り上げるため地元の英雄みたいな人も出てるわけで、複雑な思いだなと。あとまた今日も新たな事件で、これは北海道札幌なんですかね。旭川とはちょっと離れてるけど、札幌また似たような変な事件。泥酔した10代少女を男子トイレに連れ込んで猥褻行為、19歳の男逮捕だそうです。話しかけて助ける素振りを見せながら無理やりキスした。ビルのトイレに少女を連れ込んで猥褻な行為をした疑いで19歳の男が逮捕された。猥褻略取っていうの。不同意猥褻疑いで逮捕されたのは、住所不定で自称個人事業主の男19歳。だから19歳っていうと小西優香と同い年。不同意猥褻も小西優香と同じ罪は負ってますけど、まあ、向こうはもっと重いね、殺人罪というね、凶悪殺人で特定少年になったんで名前がもちろん出てるけど、こっちの19歳の男性は名前は出ないです、もちろんね。個人事業主、なんで個人事業主なんだろう、19歳で何やってんだろう。メルカリで何か売ったりしてるのかな。男は7月31日9時頃、札幌市の飲食店ビルで10代の少女を男子トイレに連れ込み猥褻な行為をした疑いを持たれている。警察によると2人に面識がなく、事件前、少女はビル内で泥酔していたと。これですね、ちょっと思うのがですね、10代の女の子、17歳かな、女の子って、10代少女。10代の少女って書いてるから分かんないのか、年齢が。これちょっと、だから、理子っぽいなと思うのが、10代で泥酔してるわけでしょ。いや、通常10代で泥酔しちゃダメですよ。なんかそこら辺も乱れてるなって感じがします。男は少女に話をかけて助ける素振りを見せながら両手で抱えてビル地下の男子トイレに連れ込み猥褻な行為をしたということです。男は事件直後に逃走した。少女は男の特徴などを覚えていて、被害届を出した
受けた警察が周囲の防犯カメラの映像などを調べて男を特定し8月4日に逮捕した。なるほど。まあだから札幌だとね、逮捕しやすいんでしょうね。あの防犯カメラがしっかりあるから。調べに対して男は容疑を一部否認していて、最初は介護のためにトイレに連れて行ったが同意がないのに無理やりキスをしたと。まあしたくなったって感じ。まあほんとそこでよかったですよ。そこで止まってて。もうこれ余罪あるだろうと。北海道の日常、北海道か。旭川かよって、旭川じゃないですけど札幌ですけどね。10代で泥酔って、まあほんとそこですよね。キスだけ。その前に午後9時に泥酔してる10代の少女ってなんだよ、そっちも取り締まるよと。だからね、そういうのが本当に何ですか、わかんないんですよ。まあ旭川もそうだけど札幌もそうなのかな。そもそもがっていう前提じゃないですか。10代の女の子が泥酔したらダメじゃないですかと。そのそもそも前提がまず間違ってないかと思うんですよね。こういうのは昭和なら当たり前のようにやってて、そんなになるまで酔う方が悪いし、自己管理ができてない、女が悪い、やられても仕方がないって感じだったよな。まあでも、まあこれが内田理子だったら、そういうことをされたのを逆手に取って、そのやった男を追い詰めて金取るって感じなんだろうなって感じがします。だからそういうのが日常的にゴロゴロしてる話なのかなと。まあ、わかんないですよ。その、旭川の三六街とか札幌とかね。なんかそういうことなのかなと思う反面、あの北口遥さんみたいな、ああいう素晴らしい人も輩出してるんで、まあ旭川に、まあ、早いうちにね、もう高校生のぐらいの時から、まあ生まれたのは旭川かもしれないけど、早いうちにもうね、名門高校とかに行って、ね、そのメキメキ、インターでも優勝いろいろしてたらしいんで、いい大学に行って、っていうトントン拍子で進んだんだろうけど、まあ、そういう元々はそういう人もいるって話で、なかなかちょっと考えさせられるところもありますねという話でした。すみません、あんまり旭川の内田理子と関係ありませんでした。